お久ししぶりです山田さん元気にしてましたか、はい、えー、っと、まあ、以前ですね、えっと、2年前ですかね、えー、ちょっとねメールの履歴を追ってみると2年前にですね、あのー、動画をいただいたりとか、あのーまあ、塾運営してた時に動画を送っていただいたりとかしてたんですけどありがとうございましたその説は、はい2年。この2年どうでしたか えー、僕はですねあの,激動の、まあ、1年半ぐらいいだったかなと思います、まあ、以前の会社で、まあ、裏方としてずっとやってたんですけど、えーまあ、独立して今鹿児,鹿児島にいるんですけど鹿児島にも来ましたし本当と今一人でやってます完全なる一人ですねでもしそのこの2年か1年ぐらいでもし変化がないのであるならばあの変わりましょうはい。 この映像を見ていただいてやるかどうかは別としてやっていただければ絶対収益が出るっていうものですから、まあ、実際に前の塾でもその情報発信の仕方だったりとか、まあ、ネットビジネスのハウツーっていうのはまあ勉強してきてると思うのであとは本当にどれだけやるかなっていうところですね、まあ、実際に久保さんとかももう1億3,000万とか今度来月ですね久保さんと熱海合宿やるんですけど。 久保さんはもうね3年ぐらいで1億3000万もう2億ぐらいいってるみたいですけどそれぐらい稼いじゃいましたので、まあ、久保さんも全く初心者の状態からやって今に至りますなのでまああとは本んとどれぐらいやるのかなっていうところにつきますぜひ、はい、ですねもう本当に諦めないで継続してやっていただきたいなと思いますで僕自身もずっとフェイス、まあ、今年から Facebook また開始したんですけど Facebook もまた始めて、まあ、YouTube に関しては取りまくってますし えー、インスタグラムっていうのも始めてインスタグラムももうフォロワー5000人ぐらいいきました、はいまあ、今後もずっと情報発信していくので、えーまあ、やればまあみんなライバルねいなくなっちゃうんでやっとけば <laughs> あの勝てます、えー、久保さんでも勝ってますんで、うん、全く前は初心者だったんですけど今なんか広島ナンバーワンみたいになっちゃいましたしね あと本当にどれだけやっていくのかっていうところですから、まあぜひ今回の映像を見て実践していただきたいなと思います。はい、えー、お申し込みありがとうございました。